Well, it means a lot, you know, to come back and defend and to perform well is all that you're asking for, and to actually win and get to the finals is a great feeling for me. This is my country, and two Americans in the finals, it's going to be a great day tomorrow. You know, I want to be in the finals first of all. Secondly, I can hope that Pete's there, but whether he wins or loses, I'm thinking about getting to the finals. Oh, it's going to be exciting, you know, who knows? That's my answer. I've gotten them 2 out of 3 times this year, but who knows? Well, hopefully I'll be the one being aggressive, and in the times I get in trouble against Andre is when I let him dictate the play. He's the one coming in. He's the one hitting the returns. I need to stay focused and hopefully play a good match. And today's match against Jim kind of is going to get me prepared because they both played pretty similar. Defending champion, Agassi が果たして連覇なるかという話題も集まります。サンプラスが勝てば2年ぶりに返り咲きます。アプローチをロブでしのぎましたが大きくアウトしましたアンドレ・アガシ。今日は気象条件では23度5分気温が、そして湿度が 47% と非常にカラッとしております。アガシのパッシングショットを止めました。サンプラスのフォアボレー。今日は北の風 6.8m というちょっと強い振ります。探し、そのままアプローチ。グランドスマッシュを拾います。サンプラス。いや、深い逆クロスです。さすがに拾いきれません。まあ、本当にこの二人、他の選手なら決まりそうなショットでも拾いますから、そういうね。そうなんですよね。まあ、先ほど戸崎さんレポートありましたけども、はい、練習でグランドスマッシュの練習だったって今出ましたね。出ましたね。深いショットです。うおっと、これリスどうだ、入った。さすがに払いました。サンプラスポイントを先行して 15-30。 いやー、拾った話もさすがですが、いや、今のアンラッキーですね、ちょっとね。あ、うわ、どうだ、さすがに拾いきれませんでした。さあ、ブレイクチャンスがサンプラスに今度はやってまいりました。今度はこうネットボールがこういう形になるんですね。そうですよね。セットポイントを逃れまして、アガシデュースになりました。コーナーいっぱい逆クロス、あーっと、アガシにしてはちょっともったいなかった。まあ、ですからこの辺がですね、両選手ともやはり決勝のプレッシャーなんでしょうね。大チャンスボールになりましたけどね。さあ、もう一本、2度目のフィートサンプラス、決勝戦の第1セット、セットポイントです。
に傷あるような、なんという激しい攻防だったんでしょう。本当に今のワンポイントだけでこの後試合がどうなっていくんだろうか。プロローグのような第1セットのラストポイントでした。いやー、しかしもうこちらがもう息が詰まってしまいますよ、こんな見せられたら。いや、本当にレベルの高い打ち合い、もう全て一歩一歩が全てエースにもうなってもおかしくないボールですからね。そうですね、これをもっと厳しいところに返すわけですけどね、チャンスボールを簡単に沈めました、アガシ。30-15、あれだけですか、最初はやっぱり、いやー、ストロークエースで切り抜けました。まあ、先ほど第1セットのサンプラスはサービスを落とすピンチがあったんですが、ここはなんとか1本セーブしました。まあ、ですか、ファーストアップ、外へ強敵サービスです。どうでしょう、わずかにサイドアウトしました。ゲームポイント、アドバンテージのサンプラスです。ノータッチエース。角度をつけました、アガシのショットです。スライスをうまく使って、叩きます、アガシですが秋のコートへ沈めます。十分にオープンスペースへ沈めました、フィートサンプラス。このポイントは攻撃しましたよ ね、 そうですね、ブレークポイントを狙おうというところでやっぱり攻めてくるんです ね、 そ、 うですね、その辺の、ね、やはりコンビネーションがいいですよ。なるほど、そのまま、ノータッチエース。サンプラス今日3本目のノータッチエース。グランドスラムでも対戦でも6回ありますが、3勝3敗、本当に互角という中で今日の対戦を迎えております。ローレをネットしました。相当サンプラスのショットが沈み込んでるんですね、ここ。いや、本当そうですね。いやですけどね、もう本当にサンプラスはバック、まあでも一番最初の優勝がウィンブルドンっていうのもね、ありますけども、いいところに入っています。柔らかいタッチで落としました。一方のサンプラスは今年ウィンブルドンを取ってこの US オープン連覇を狙います。今もあれだけ深いアプローチの後のドロップボールですからね。そうですよね、もう取れませんね、あれはね。お、連続で出ました。5本目のノータッチエース、フィートサンプラス。まあ、いくらレシーブの上手い明石でも触らないことにはね、技術発揮できないわけですからね。そうですね。ノータッチエース3連続。いやこれもわずかに長い。ノータッチ。いやあのスピードでですね、コースをね、そのいろいろと変えられたらね、いくら明石といえどもね、絞りきれないですね。ハイボレーを決
めました。ゲームをキープしました。ピートセットアップになります。おー、クロスコート、アガシの本当に持ち味が出ます。まあそうですね、だからアガシもここでですね、簡単にサンタスにキープさせとまずいですよね。コンナイスインカホネー、来ました。でもね、ここまでコントロールするんですよね、サンタスは。もう深いコーナーいっぱいだったんですが、アガシ逆襲で15ノール、ノータッチエース。ここでやはりエースが取れるというのはサンプラスの魅力ですね。楽に取れますからね。本当ですよね。いやー、もうこのゲームをキープする重要性はもう今何より分かっているという表情です。いやー、アガシもついていきます。サーティオール、最高潮の中でのプレーです。ここ強打をまず広めましたからね。いやー、もう読んでたんですけどもね、サンプラスの力、気迫が勝りましたね。このセット2つ目のセット、これが拍手してるのに下が1人で向いてるっていうシーンもありますね。まあ本当にアガシがガールフレンドのブレックシリーズともう優勝を決めて熱いキスを交わした、あの去年から1年が経ったわけですが、ディフェンディングチャンピオン、ちょっと今日は苦戦です。サンプラスが追い込んでいます。うーんと、ここはネットに出ました。アーティーオール、まあ、ストロークでも今あのサンプラス最後ミスしましたけど、アガシにね、打ち勝ってますよね。逆に相手のチャンスボールになりました。サンプラス見事にアガシのサービスを破りました。オープン最終日男子ファイナル、手前のサンプラスが2セットアップ 6-4、6-3 と取りました。第3セットに入ってからも最初のサービスブレイクはサンプラスがアガシのサービスを破りまして 2-1。 第3セットの第5ゲームに入りました。アプローチしました。サンプラスちょっと浮き身のボレーですけれども、十分にオープンコードを捉えました。相当外へ出しましたね、これ、振ります。アガシ決まりました。ちょっと先ほどのアガシも自ら破ったということで、ちょっとね、そうですね、アガシ、ダブルボレー決まりました。サンプラス簡単に40ラン。ここはきっちりも余裕を持ってという体勢でしたね。そうですね、今のはショートクロスじゃなきゃ決まらないでしょうね。またテンポの早打ち合いです。これはちょっとかなり低いところから打たざるを得ませんでした。アガシのアプローチ、ローブでサンプラス追いつきます。うわ、すごいアングルショット、あれだけ走ってですからね。そうなんですね。それとね、やはりサンプラスのフォアの方がアガシよりもグリップが薄いんですよね。はい、その分ですから、ああいうボールのね、処理がうまいんですよね。あ、柔軟性がありますか。はい、細かなショットが。2つ目のセットポイントになりました。手前のアガシ、イリタンが返った。ギアクロス、ナイスコース、ナイスパッシングショットで第3セットを取り返しました。アンドレアガシ、
いやいやいや、ここは熱のこもったサンプラスからの第3セットを取りまして、これでセットカウントは2対1、サンプラスの1セットアップに変わりました。いやいいリターンからの攻撃ですね。これこれも良かったですけどもね、何か渾身の力を込めてという逆クロス気味の隠れ気味に詰めました。サンプラス、さあボレーコントロールしました。今のサンプラスも状況を見てから詰めたというね。そうですね、そうですね。これでも踏まっきれませんで、サンプラスにブレイクのチャンス。抜けません。今のはチャンスですね。チャンスでしたね。いや、2度目の中止になります。緩くね、ですから早く決めなきゃという気持ちでね、はい、より角度ということでミスしたんですけども、真下に落ちましたから ね、確かにこういうラッキーもありましたけれども、 OT15 今日のファインショットの応酬でした。 OT30 これをね、このアガシが振ります。ポイント、アガシ。アガシも今シーズンは優勝が7回ありまして、決勝で出たトーナメント自体も等もあるということもありますし、ランキングもナンバーワンですから、この大会も当然のように第1シードで登場してまいりました。シードですが、ナンバーショットです。このストレートから今日このクロスで切り返したのは結構決まってますね。そうですね、まあね、今日練習見てましたけどね、このストレート、これも綺麗に捉えました。見事なコントロールショット、2本でアガシがサービスをキープ。グランドスラムイベント、今シーズンの最後の大会になりました US オープンですが、ファイナル男子の決勝はピート・サンプラス、現在2セットアップ、アガシが第3セットを取りまして、第4セットサービスキープが続きまして 3-2 アガシリードの第6ゲームに入りました。ノータッチエース。今年はグランドスラムシーンで言いますと、アガシが全豪オープンを取りました。
そしてフレンチオープンがトーマス・ムスター、ウィンブルドンはサンプラスと、この US オープンが果たしてこの2人のどちらになるか。ノータッチエースが2本続きました。サンプラス30ラブ、あ、これシュワルツネッカーですね、アーノルド・シュワルツネッカー。そうですね、もう著名人もこの特に第2週の週末はそのコートサイドによく顔を見かけますが、いやー3連続のタッチエースでサービスをキープしました。ピート・サンプラス3ゲームオール。20本目ですね、今のがサービスエース。もう手を叩いてください。もう触れませんからね、しょうがないですよね。アガシのサービスで第7ゲームに入ります。サンプラスが揺さぶります。わずかなところ入りません。サンプラスはダブルフローだと思ったんですよね。ああそうですか、本当にセカンドサーブオンラインだったですもんね。もう打ち方ちょっと変えましたもん。いや今のが勢いよかったですけどね。片手のスライスになったと見りゃいいな、パッともうネットに攻めますよね。攻めますね。スイングを見ましょうか。鋭いストローク、本当に今日も20本の大台に乗せております。アプローチのサンプラス、大きくトップスピンのがアウトしました。いや今のショートアングルはもう、すごい角度でしたね。この次あたりですかね。この次ですね。そうですね、これですよね、完全アウトの軌道ですよね。でもペースを作るわけですからね。そうですよね。これはもう本当に万全の組み立てで今ポイントを取りました。としては今1セットリードされての5ゴール。いやエースで返すところがさすがです。
かし嵐としてはあと2本こらえなくてはなりません。またいいサーブが入りました。嵐サービスウィナー連続ですよ。そうですね。さあもう一本セーブできるか。いよいよサービングフォーザマッチというピート・サンプラス第12ゲームに入りました。しかも鋭いサービスエースのファーストポイントです。止めた。鋭いボレーのポイントでラップ13だ。いやしかしね、左さんね、このセット終盤へ来てのサンプラスの動きが、まあ、アガシと本当にこのセットはね、イーブンに近い状態だと思ったんですけどもね。そうするとですね、まあ、サービングフォーザマッチですけども、そのプレッシャー感じられないですよね。祖国アメリカのこの US オープンのタイトルへあと2ポイントとなりましたピート・サンプラス。攻撃手を相手にこの嵐とファイナルをするのがこの大会の究極の目標だったと言っていたサンプラスが、いよいよ US オープン2年ぶりのタイトル返り咲きへチャンピオンシップポイントを迎えました。しかも3つあります。決まった。最大の武器サービスエースで見事にチャンピオンに輝きましたピート・サンプラス。最大のライバル嵐を下しての優勝。いやー US オープンヒートサンプラス3回目のタイトルに輝きました。ウィンブルドンに続いて4大大会2連覇。いやーしかしこの第4セットですね、あこちらは敗れた嵐のガールフレンドブロックシーズさんですが、嵐をついに止めましたね、平井さんね。本当ですね。今サーブ終わった後ラケットを関係室に投げ込んだんですか。投げ込んでみたいですね。ああいうラケット投げるなんてのはあんまり見たことないですけどもね。よほど嬉しかったんでしょうね。ねえ。いやしかしね、セットカウント2対1、まあ、試合内容はですね、まあ、1、2セットサンプラスが取りまして、はい、まあ、3セット目嵐を思い出したんですけどね。そうですね、まあ、ファイナルに行くのかなという感じになったんですけども ねディフェンディングチャンピオンも第3セットはこらえたんですけれども、第4セットも最後の第12ゲームで、本当にサンプラスが鋭い本当にサービスエースで見事に決めまして、 US オープンピート・サンプラス3回目のタイトルを手にいたしました。ここでコマーシャルをご覧いただきましょう。2週間にわたる激しい戦いが全て終わり、戦いの場であったこのコートは表彰のステージに変わります。ピート・サンプラス輝くこの US オープン3回目のタイトルを手にいたしました。最大のライバルアガシを破っての優勝。セットカウント3対1、4セットでこのアガシに勝ちましたピート・サンプラスです。改めて先ほどの決めたゲームあたりを見ると、何かこの強さといいますかね。いや本当そうですね、まあ、特にですね、第4セットですか、あのアガシからのサービスで常にアガシ先行だったわけですよ ね、 では苦しい立場だったんですけども、それを全てサービスエースでしのぎましたよね。あこれが表彰のトロフィーです。今マッケンローやコナーズというもう祖国の先輩の輝かしい刻み込まれた名前がありましたけれども、その中にピート・サンプラス、これであのトロフィーに3回目名前を刻むということになりました。サンプラスはアガシを破って優勝した初優勝の1990年、それから2年前の1993年はフランスのセドリック・ピオニーに対して優勝しました。それに次ぐ3回目の優勝、
グランドスラムタイトルは今年のウィンブルドンに続いてこの4大大会2つ続けて制しました。一方アガシが映っておりますが、ディフェンディングチャンピオンアガシ2年連続優勝はなりませんでした。本当に素晴らしい大会が去年からこの大会の優勝から始まったんだということを言っているこのアガシ。And get to the finals, and I wouldn't rather lose it to anybody else than the guy who deserves it here next to me. 本当に去年から素晴らしい1年間、そしてまたこのファイナルに来れて、そしてまあサンプラスに負けなかったという。Well, yeah, and I also think the conditions were real tough, so it was a question of who was going to persevere and be able to stay.To their game plan and keep executing their shots, and I think that you know when you can hold serve as easily as Pete does, it can keep your confidence real high. And he managed to stay on top of me, and I couldn't. It was uphill battle the whole way. Well, congratulations on a wonderful match. Yeah, both sides have some difficult matches. The point to hold on to is quite difficult. It's quite difficult. Just now, he was saying something about it.In 1990, Pete, when you won, you said, no matter what else happens, I can say that I'm the U.S. Open champion. You can say that three times now. Congratulations. Thanks. 3回目の今度優勝を遂げたサンプラスです。1990年から数えて3回目。I felt, I thought I had to play a perfect match today. My serve was really, you know, the main part of my game. And, you know, when you play someone as good as Andre, you really need to, you know, I need to speak up, don't I? But you play someone who returns as well as Andre. I mean, I just have to hit the lines, and I did that pretty well. And, you know, it just came down to a couple points, and I managed to get them today. Can you serve any better than you served today, you think? One of the circumstances with the win, you know, my second serve was pretty dodgy. You know, I double faulted quite a number of times. But the first serve, that's my best shot, and I had to rely on it today, and it worked out pretty well at the end. ファーストサーブというのはもう僕のベストショットの一本です。もう十分にそのファーストサーブに僕自身が信頼をして打っていくことができたという優勝して以来、あとずっと優勝できず、ここ5年は決勝にも出られないというね。そういうことですよね。まあそんなところが続いていて、アガシは久しぶりに第一シードを守って決勝へ勝ち上がってきたんですけれども、まあでもこれからですね、まだまだサンプラスとアガシのこういう素晴らしい試合を見れるということは我々幸せですよね。幸せですね。まず準優勝のアガシが賞金を受けます。日本円にしておよそ2700万円ほどになりますが、この賞金を受けます。 Unbelievable tournament. I want to congratulate you on becoming the bestそしてこちらが優勝のサンプラス。いやー羨ましいですね、平井さん。5000万円以上。いやーでもね、その価値ありますよね。十分に。Thank you, Tom. 今年はウィンブルドンに続いてこのグランドスラムのタイトルを手にいたしました。グランドスラムイベントのタイトルを手にいたしましたピート・サンプラス。Pete Sampras, congratulations to you. これで今年は平井さんね、4大大会のうちフレンチオープンはトーマス・ムスターが取りましたけれども、あと3つは、まあ、アメリカ勢ということでね、そういうことですね、まあ、一時期本当に5シーズンほどはヨーロッパ勢に完全に押されていたこのアメリカのテニス界、特に男子はそうですけれども、もうサンプラス、アガシという本当に強力なパワー、このもう双璧、本当に今年も分け合ってタイトルを取り合ってきましたね。そうですね、まあ、これでまあ、セレスもアメリカの騎士になったわけですからね、男女ともにアメリカ人のチャンピオンのことですよね、はい、なるほど、そうですね、今年は昨日セレスがグラフに対して決勝で、まあ、敗れはしましたけれども、まあ、グラフが勝って、まあ、セレスも決勝まで行ったという、まあ、そんなシーンもあって、そしてこの今年の男子ファイナルはピート・サンプラスとそしてアンドレ・アガシというオールアメリカンファイナル。しかしこれはサンプラスが見事に今誇らしげに優勝のトロフィーを手にしております。これでサンプラスは通算のグランドスラムの獲得タイトルも7つになりました。まあ、グランドスラムの獲得タイトルということで言いますと、まあ、いわゆる今のような128人のドローオープン化制度ということになってからはボルグの11個というのが最高なんですが、続くのがコナーズとデンドルの8つ、もうサンプラスはそれに次ぐ7つですからね。そうですね、これはもういわゆるもうレコードメイキングのメンバーの中に着々と入ってきてますね。そうですね、もう本当に名前がね輝きますよね。輝かしいね名前の刻み込まれる中の一人に入ってきました。
グランドスラムトーナメントの獲得タイトル7つというのはジョン・マッケンロー、そしてマッツ・ビランデルにと並ぶ7つということで、まあ、現役のプレイヤーということで言いましても、まあ、ビランデルはこの大会出場してますので一応現役のプレイヤーですけども、現役のプレイヤーとしてももう現在と中ではもうトップという状況になりました。